はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、皆さんご覧の通り我々はなんと沖縄へやってきております。イエーイ。いやー、やっぱ沖縄っていうだけあってね、暖かいね、暑い、海綺麗だしね、空も青いしね、すごいね。今日はですね、この沖縄で AR 塗り絵を体験したいと思ってやってきました。はいはい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、はいはい、こういったですねチラシがありますね。親子孫で楽しむ感動体験マップ。このチラシのこちら側にですね、ほらこれ塗り絵、そうこれね、マハエちゃんっていうんだって。すごいうちに近い名前だよね、うん、前原ちゃんじゃなくてマハエちゃんっていうんだって。沖縄の伝統衣装を着てますね。はい、はい、このですね塗り絵をちょっと塗って、ちょっとアプリで読み込ますとちょっと面白いことが起きるということなんで、はい、やってきましょうか。じゃあ、はい、動く踊り出すマハエちゃんカチャーシー塗り絵って書いてある。あ、そう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 、あのね、カチャーシーっていうのは沖縄のお祝いの席には欠かすことのできない踊りなんだって。だからちょっと華やかな感じの色に塗ってあげるといいかもしれないね。はい、じゃあパパ早速塗っていくよ。うん、エイちゃんも塗ってきます。はい、すごいね、ダイナミックに塗ってるね。うん、顔完成した。次手だ。パパはまず帽子から塗ってっていいよ。うん、綺麗な感じにね。うん、お、いいね、うん、すごい派手な感じになってきた。そうでしょ、うん、ちょっと自分であるような感じに塗っています。パパもこんな感じだよ、うん、見て。すげえ華やかでしょ。うん、これで完成かな。うん、完成だ。完成か。イエーイ。おー、できたね。うん、パパもこれで塗り終わりましたので完成だ。はいはい、そしたらですね、うん、次に、ポルカラーっていうですねアプリをダウンロードします。このチラシのですね QR コードについてますので、これ読み取ってもらえれば、はい、もしくはポルカラーで検索するとアップストアと Google プレイで出てきますので、うん、それダウンロードしてください、はい、無料ですね、うん、はい、このポルカラーのアプリを立ち上げますね。はい、はい、あ、出た出た。そしたら、エイシンくんのこの絵を、あと置くを3、2、1。おすごい、すげえ。エイシンくんが塗ったマハエちゃんが踊ってる。わあ、すごい。しかも立体になってるよ、うん、え、すごくないこれ。びっくりだね。へー、ちょっとびっくり。これは面白い。すげー、すごいね。うん、こうやってねカチャーシー踊ってんだよきっと。クリアってしなきゃいけないんだね。クリアしてもう一回3、2、1。お、出た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 。今度はパパが作った。すごい、これ面白いね、うん、次ですね、この下に書いてありますね、うん、ウェブサイトで動くジンベエザメ塗り絵もダウンロードできるよって書いてあるね。そうそうそう、ジンベエザメ塗り絵がウェブサイトにありますので、はい、PDF ファイルがね、うん、それを印刷するとこのような感じで出てきます。はい、はい、なので同じように塗ってみましょうか。はい、はい、これね、ジンベエザメ の、うん、あの説明が書いてあるんだけど、うん、あの着物のジンベエに似てるからジンベエザメって呼ばれるようになったって書いてあるね。うん、うん、すごいよね。そうなんだね。普段はゆらゆら泳いでいるけど、うん、水面近くの餌を食べるときは立ち泳ぎすることもあったって。そうなんだ、すごいよね。あのでっかいサメがさ、うん、立ち泳ぎってすごいよね、うん、初めて知った、ね、パパはこんな感じでできました。はい、エシンくんは、エシンくんはこんな感じだね。うん、はい、それではエイシンくんのを読み込ませてみましょうか。はい、はい、いきますよ。きた、2、1。おお、泳いでる。すげえ。これはもしかしてあれなのかな、こっち側の方の、うん、あ、エビ食べた。面白い、うん、これ周りのエビだね、この辺のエビ、うん、周りのエビをパクリと。
なるほど、面白いな。じゃあ今度パパの読み込ませていい？うん。3、2、1。おお、来た。結構カラフルだね、パパのも。うん。背中じゃない、お腹のところが本当はさ、うん、緑色なんだけど、それが、うん、見えるかな。あ、見えた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 。あすごいすごいすごい。あ、泡が出てんだ。そうだね。泡もここにある泡なんだ。ああ、そうだね。やっぱりちゃんと立ち泳ぎしたね。うん、あ、面白いね。今回パパはこんな風なカラフルなジンベエザメでしたけど、どうでしたよ、シン君。すごい。うん、よかった。この AR アプリ自体すごい面白いね。うん、うん、こうやってこうやって覗けるのがいいな、すごく。覗いてて、こう、あ、食べてる、泡が出た、泡が出た。そんなわけで我々サメの乗りをやったんですけど、はい、あのですね、実は何枚かやってたんでね、うん、で、気づいたことがあって、これね、上からこう例えばこうはみ出しちゃうとか、うん、あとは黒い線を消しちゃうとか、このクレヨンでね、うん、消しちゃったりするともう AR アプリが読み込みません。はい、そこ大変気をつけてください。そうそうそう、うん、結構ね、それでエシン君これ書いたやつ、さっき書いたやつなんだけど、うん、こうピンクが濃すぎてね、こういうとこが、うん、だからもう見えなくなっちゃって、これで読み込まれなくなったりしたんで、うん、それで代わりにパパが同じような感じで縫い直したんでね、はい、そしたら大丈夫でした、うんうん、だからちょっと薄めに塗るのがポイントかもしれないね。うん、うん、はい、これらのですね、AR 塗り絵は沖縄の観光サイト、旬沖、旬夏秋冬沖縄で、ダウンロードできますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい。はい。他にもですね、いろんな沖縄の観光情報がありますので、はい、沖縄ずっと気になってたんだけど、ちょっとどういうところがあるのかなとか、沖縄もう来月行きますとか、はい、そういう方はぜひチェックしてみてください。はい。はい、ということで、長らくやってきましたけど、うん、そろそろパパですね。海に泳ぎに行っちゃうかな。お、楽しみだったんだよ。え、ねえ、パパ、これ合成だよ。あ、新沖でちゃんと調べてから行こう。あ、そうだね、うん、そうしましょうか。はい、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。